きます。はい、行ってらっしゃい。気をつけてね。行ってらっしゃい。俺だったらもういいよ。うん、食欲ないのね。まだアルコールが残ってんだよ。なんでそんな飲まんならんの、あんた。ジュースに蜂蜜で作ったよか。いいな、頼むよ。なんや、あんたたちうまくいってないようやったけども。そんなことないよ。けど昨夜あんた、昨夜は酔っ払ってたからだよ。お酒飲んだら本音が出るに違うの？ねえ、有沢さんに好きな人がいるっていうのことあんた言うてたけど、それどういうこと？よしてくれ、朝っぱらから。けど大事なことでしょ。関係ないだろ、姉さんに。まああんたに重大なことでしょ。姉さん一言でいられますかね。おはようございます。おはよう。ねえ、あんた。どうもお先。ああ、刑事さんにね、有沢さんのこと聞いてたんですけど、ゆべとまるっきり様子が違うんですよ。お、どう違うんだ。いや、なんでもないです。気にしないでください。あんた、ゆべあんだけのこと言っといて。まあいいじゃないか。ゆべはゆべ、今日は今日、またいいこともあるさ。刑事が来る前に。ああ、刑事と何かあったからやないのかしら。そう、何も言ってなかったけど、病院行ったら聞いてみよう。うん、お願いします。うちが気になって。どうしたんだい。ごめんなさい、ゆめ。おい、みちこ、説明してくれないか。私を信じて。私はずっとお前を信じてきたよ。何があったんだい、ゆめ。私幸せなのよ。それだけは分かってほしいよ。これからも続くのか、その幸せは。どうなんだい、説明ができないならそれだけはっきり答えてくれ、美智子。続くとは思わない。でもいいの、私は。何がいいもんか、バカなこと言うんじゃないよ。相手は誰なんだい。部長の弟さんが昨夜電話をかけてきたんだから辻村さんじゃないな。誰なんだい、美智子。もうご存知かもしれませんが、私、美智子さんと結婚したいと思ってます。美智子さんには先日申し込みました。
僕はご覧の通りの人間ですが、美智子さんを幸せにする気持ちは誰にも負けないつもりです。また自分なりに美智子さんを幸せにできる自信も持っております。お父さんにもご意見はおありでしょうが、美智子さんと